赤ひげっていうなんか食材についてちょっとお伺いしたいんですけど、はい、どういう食材ですか？赤ひげって新潟の12月から3月頃まで新潟の信濃川の河口で取れる、まああのイビの小さいものなんです。ひげがちょっと赤いんだそうですけど、なんでその赤ひげにそんなこう思い入れがあるんですか？美味しい、私が食べて美味しいから人も美味しいと思って、ただそれだけだけど、どんな味だって言われても味は出てこねえんだなけど美味しい、けど美味しい漁師さんがもっといっぱいいればね、いいんだけど。石崎さん。もしもし、石崎です。あ、赤ひげのね、うん、インタビュー受けてんです、私が今。あ、そうそう、うん、それで、うん、ちょっと変わっていいですか？はい、どうぞ。はい。あ、はじめまして。はい、あ、UX の記者の笹井と申します。あ、ご苦労様です。どうもお世話になります。その赤ひげの味の魅力と、いかにこう取るのが大変で希少性が高いかっていうのをちょっと伺えたらなと思って、また現地行った時にもお伺いできたらと思ってるんですけど。私はいつでも構いませんけど。ただいまの時刻12時22分、6.8 度です。今日は普段と比べて気温どうですか？暖かい方ですね、はい、結構やっぱり普段は寒くて。そうですね、昨日はマイナスで船も凍るぐらいだったので、今日は非常に暖かくてやりやすいです、はい。まあ、毎日ほとんど出てるのが私とあともう一隻ぐらいですかね。一番の原因は漁師不足ですね。今の高齢で漁師を辞めちゃった人が多いんで、それで現在に至ってなんとか若い人たちでつなごうということで頑張ってやってます。本当はこれが一番網の最後なんですよ。ここに溜まる予定なんですけども、途中で魚とかなんか引っかかってる場合もありますから、それを掘ってからまた次の作業に移るんですけど。ただいま1時半過ぎです。風がちょっと冷たいですね。今から網を巻き上げて赤ひげを船に上げるようです。網を巻き上げた様子が見えます。あ、網を引っ張ってます。石崎さんが戻ってきました。赤ひげは取れたのでしょうか？どうでした？まあ普通ですね普通。結構取れてるように見えますね。これが普通ぐらいですかね。普通ぐらいですか？これは。これで何キロぐらいですか？大体20キロ、25キロぐらいですかね。あ、ちょっと赤みがかってますね。赤ひげ自体は赤のひげが目立って、鮮度が良ければ何もいじらなければ赤ひげ自体は無色透明なんですよね。それでひげだけが赤く見えるんで。これで何キロぐらいですか？これ5キロです。はい。でこれでいくらぐらいですか？まあ日によって全然相場が違います。
去年だとこれ一箱で1万5000円以上で、今だったら安くて1万円切りますね。今日は遺体さんのお知り合いの庄司さんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあの朝からこれあの漁師さんからもらってきた赤ひげです。これが石崎さんが取ってこられた、はい、今日朝取ったあの我々夜行って取材した時に取れたやつですよね、はい、そうですそうです。であのこの赤ひげを使って今日はどんな料理を作ってくださるんでしょうか。はい、今日は天ぷらとちょっとよそって薬味をつけたお刺身と佃煮とそれから赤ひげの塩辛を前に作ったものを見てもらいたいと思います。あの赤ひげの調理なんかよくされるんですか。夫が漁師なので赤ひげを取ってきた時にしています。私にはこれ持ってきたの。あ、そうですか。いや別にいや汚す悪いなと思って今あ、足りない、足りてない。大丈夫か。お砂糖もうちょっとください。はい、はい、あと 10g ぐらいはい、じゃあどうぞ。はい、ありがとうございます。お酒料理番組の音あの音楽のあるままだね。ちゃ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 ってやつ歌ってください。BGM香りが強くなってきました、ね、そうですね、煮詰まってきました。あ、生姜を入れて、ちょっと、うん、ちょっといく。時間をかけて揚げないとちょっと中まで通らないのでこのくらいで入れていきます。何度かな、何度、170度ぐらいがいいかもしれないですね。ちょっと弱火から入れてじっくり揚げていった方がいいかもしれない。でも今日は 100% 赤ひげだけで作りました。そういうの珍しいですかね。そうですね、赤ひげが多分いっぱいないとできなくって。これで完成ということで、どうも庄司さんありがとうございました。すごい美味しそうな感じで試食ですか。試食で、で遺体さんのご家族がおにぎりから味噌汁から用意していただいて、じゃあ我々でいただきたいと思います、はい、食べてください。はい、あ、こちら生のお刺身です。赤ひげが一番ちゃんと感じられて、あと取れた当日だけしか食べられません。じゃあかなり貴重な、はい、貴重ですね。こんな感じ、そのまま。いただきます。なんか赤ひげのなんかちょっと塩気と大葉とかネギとかとのこのシャキシャキっとした感じと、あとなんかうずらの卵と混ざってすごくまろやかな感じの美味しい爽やかな味わいですね。音がいいですね。サクサク、うんうん、サクサクに作りたかったので上手にできました。味はどうですか、うん、香ばしくてエビの旨味が、うん、口に広がって美味しいです。何点満点で、でもあったかかったら100点なんですけどね。いや120点満点美味しかったです。ありがとうございます。美味しいです。どうでした。
美味しい。美味しいで。ありがとうございます。ありがとうございます。いいご両夫、ありがとうございます。はい、どうも。ピッタリさんに誘ってもらわなければ。食べらんねえ。こんな、ね、生のやつあれとしても、つくだ煮とか天ぷらとか塩辛なんか、そうそうそう食べないですからね。うん、いや、美味しかったです。あの、ありがとうございました。おそ松さんでした。ぜひ、イタイさんの思いが、はい、皆さんに届くといいなと。いや、新潟のため。新潟のために。新潟のためです。そうですよね。あの、私のためではないです。いや、わかります。新潟のために、なんとか、あの、名物を、時期的な名物が欲しいなと思ってね。